ファーザー・セジウスより、この作品はロシア帝国最後期に作られた。ロシアにおける映画の歴史は、ロシア帝国時代に始まり、ソビエト連邦時代を経て、現在に至る。詳細は、ロシア帝国の映画参照1896年5月に、モスクワとサンクトペテルブルクで、リュミエール兄弟によって、映画の上映が行われたのが、ロシア帝国における映画史の始まりである。 同じ月に、リュミエール兄弟のカメラマンであったカミー・ユーサーフが、クレムリンで行われた、ニコライ2世の戴冠式を撮影し、これが、ロシア帝国で作られた、最初の映画となった。1908年、プロデューサーのアリック・サンダード・ランコーブは、当時人気のあった、フォークソングに歌われている出来事を元にした映画を、制作。これが、ロシア発の物語映画となった。また、 ラディスラス・スタリバーッチは1910年にロシア発のアニメ映画を制作した。この時代に活躍した著名な映画監督には、ヤーコフ・プロタザーノフや、エフゲニー・バウエル、プロデューサーには、アレクサンドル・ハンジョンコフ、俳優には、イワン・モジューヒン、ベラ・ハロードナヤがいる。第一次世界大戦中、輸入が大幅に減ったこともあり、 1916年には499本もの映画が制作された。これは3年前と比べると3倍の量に当たる。ロシア革命によって反帝制ロシア的な作品が作られるなどさらなる変化がもたらされた。1917年のファーザー・セジウスは初のソビエト映画と言えるかもしれない。ソビエト連邦ではウラジー・ミル・レーニンのべての芸術の中で 最も重要なものは映画であるという考えから、国立映画学校を作るなど、プロパガンダの手段として映画が重要視された。この時期、映画の中で最も多く使われたのはロシア語であったが、ソビエト連邦になってからは、単に、ロシアで作られた作品以外にもアルメニアソビエト社会主義共和国、グルジアソビエト社会主義共和国、 ウクライナ社会主義ソビエト共和国、リトアニアソビエト社会主義共和国、白、ロシアソビエト社会主義共和国、モルダビアソビエト社会主義共和国などで作られた映画も含まれるようになる。同時に、ロシアの映画産業は国営化されており、ソビエト連邦共産党による独裁政治が提唱する哲学や法律に支配されていた。ソビエト連邦下では、 社会主義リアリズムが絵画や彫刻などの芸術のみならず映画にも影響を及ぼした。この理念が提唱され規範化された1930年代初頭から40年代にかけての時期はスターリン独裁の確立強化と重なり合っており、イデオロギー的にも芸術的にも締め付けが最も厳しかった。だが、当時でさえ政府当局は映画を 単なるプロパガンダの手段とみなしていたわけではない。ハリウッド映画への対抗心は、スターリン自身にさえあった。この時代の著名な作品としては、セルゲイ・エーゼンシュテインの、戦艦、ポチョムキン、アレクサンドル・ネフスキー、イワン・ライテなどがある。第二次世界大戦終了後、いち早く、ソ連で、初めてのカラー映画、石の花、シベリア物語、 クバンのコサックなど娯楽性の高い映画も、エルベ川の開港などの戦争体験に基づいた映画も作られている。スターリンの死後、雪解けによって映画制作への締め付けが緩むと、国産映画は大衆の心を掴んだ。当局も国家の重要な収入源となった映画産業の維持発展にも不信した。 1950年代末から1960年代はじめは、戦後ソ連映画の黄金時代の始まりであり、この時期の代表作として、カンヌ映画祭でグランプリを受賞した1957年の、鶴は飛んでゆくや、1961年の、英国アカデミー賞を受賞した、誓いの休暇などがある。アンドレー・タルコフスキーが、僕の村は戦場だったで、 ベネチア映画祭グランプリを受賞したのも、この頃である。1960年代の雪どけ期に作られた、コメディーや、ラブロマンスの作品は世代を超えて視聴され、さらにテレビでの再放送や、ビデオ DVD の販売の影響もあり、現代でも人気が高い。代表的な作品として、レオニード外大監督の、 作戦イコードウィート修理区のその他の冒険、コーカサスの女トリコ、もしくは修理区の新しい冒険、ダイヤモンドの腕、イヴァン・バシー・リビッチは職業を変えるやエフゲニー・レオーノフが主演を務める1971年のコメディー、新士諸君に幸あれ、1975年のコメディータッチのメロドラマ、運命の皮肉、もしくはサウナブルースなどがある。 またこれらの作品の特筆すべき点は、劇中のフレーズの多くが世代を超えて生きた、慣用句として使われている点である。コーカサスの女トリコ、もしくは、修理区の新しい冒険を例とすると、この映画の中で出てくるフレーズをもとに、誰かが生きることは素晴らしいというと、素晴らしく生きることは、もっと素晴らしいと必ず返すといった具合である。 1970年代には、アンドレー・タルコフスキーの、惑星ソラリスや、ウラジミル・モティールの中央アジアでの赤軍の、ストーリーを描いた、砂漠の白い太陽などがある。70年代から80年代にかけての時期には、主要な映画スタジオ内で、テレビ放映用の単発テレビ映画や、連続テレビ映画が制作された。これらテレビ放映用の作品は、キャストやスタッフが、 劇場公開用映画とはっきり差別化されておらず予算や制作費を除けば劇場公開用映画と大きな違いはなくフィルムも 16mm ではなく 35mm が使用されたソ連崩壊後も長い人気を誇るシャーロック・ホームズとワトソン博士の冒険等がその例であるソ連における映画産業の流星は 1960年代から80年代半ばまで、四半世紀にわたって続いた。この時期、国民一人当たりの平均的な年間映画館、利用回数は12回から20回にも及び、大ヒット作の国内での観客動員数は、4000から8000万人にも達した。ペレストロイカ初期の1986年には一見、コミカルタッチな SF であるが、案に、ソ連を呼び、 全体主義を風刺している作品、不思議惑星金、ザザ、リアリズムのスタイルで、同時代の家庭崩壊を客観的に捉えた小さなベーラが作られた。やがて、ペレストロイカの失敗による経済の混乱とともに、映画産業も衰退した。ソ連時代最後のヒット作は、副業で外国人観光客目当ての高級商婦をしている、看護婦をヒロインとするメロドラマ、 霊状ターニャであり、この頃になると、作家映画にも混乱した世相が反映した、終末論的な作品が目立った。ソ連の崩壊によって、ロシアや他の連邦国では、実質的に良質な映画の制作がストップ、してしまった。10年以上の間に制作されたのは、ソ連時代の前世紀に比べればわずかな数の映画で、その多くは、 評価が高かったものの幅広く公開されることはなかった。そうした作品の中には、ニコライドスタルの君はどこにいるのオブルコレイやニキータ・ミハルコフの太陽に焼かれてなどがある。ミハルコフが1998年に制作したシベリアの理髪誌はハリウッド的なブロックバスターを目指した。 超対策だったが世界市場ではそれほど工業成績を上げられず、ロシア国内ではミハルコフが映画界での政治力を利用して個人で多額の国家予算を使ったとの批判を浴びた。新しいロシア映画界では芸術性よりも利益が追求される傾向がある。2000年代前半になるとロシアの経済復興による国家助成金の増加や 人気テレビシリーズを足掛かりに登場した新人たちの映画界進出、彼らの登場を助けた有能なプロデューサーたちの活躍が目立った。しかしながら、幾人かの映画監督たちは、古い時代の映画監督からインスピレーションを受けていることを表している。ニュー・タルコブスキーと呼ばれることもあるアレクサンドル・ソクーロフは、タルコフスキーの映画との共通性は、 文化的伝統以外には何もないと発言している。マザー、んエルミタージュ幻想、太陽など優れた作品を生み出している。その他にも、アンドレー・ズビアギンツェフの、父、カエル・ヤボニス・フレーブニコフとアレクセイ・ポポグレプスキーの、ローズツー・コフトベル、コンスタンチン・ロプシャンスキーの、醜い白鳥、といった作品は、国際的に高い評価を得ている。特に、デビュー作、 父、カエルで、ベネツィア国際映画祭で、禁止師賞を受賞したズブヤギンツェフは、第2作の、追放イスガノニエ、第3作の、エレーナ、エレナともに、カンヌ映画祭で受賞しており、国際的名声が確立されている。2000年代初期、テレビや特別な劇場で放映されてきたアニメ映画が、幅広く公開され、成功するようになっていった。現代でもロシア映画は、 国家主義的な目的に資することがある。例えば、2007年公開の1610には、なぜ国民の休日が11月7日から11月4日に変わったのか説明する内容となっている。また、近年には、ホラーファンタジーのナイトウォッチやその続編のデイウォッチなどが世界中で公開されている。ありがとうございます。